かたわもの有島竹を咲く。昔トゥロンというフランスのある町に二人のかたわものがいました。一人はめくらで、一人はチンパでした。この町はなかなか大きな町で、ずいぶんたくさんのかたわものがいましたけれども、この二人のかたわものだけは特別に人の目を引きました。なぜだというと、他のかたわものは自分の不運を嘆いて、何とかして治りたい治りたいと思い、人に見られるのを恥ずかしがって、あまり人目に立つようなところには姿を現しませんでしたが、その二人のかたわものだけはことさら人の集まるようなところにはきっと出しゃばるので、かたわものといえばこの二人だけがかたわものであるように人々は思うのでした。一体を言うと、トゥロンという町にはかたわものといっては一人もいないはずなのです。その理由は、この町の守り本尊に聖マルテインという偉い聖者の木像があって、それに願をかけるとどんな病気でもかたわでもすぐ治ってしまうからでした。ところが、私の今お話しする騒ぎが起こった年から50年ほど前に、町の主だった人々がその聖者の尊像を内緒で町から持ち出して、5、6里も離れたところにある高い山の中にかくまってしまったのです。なぜそんなことをしたかというと、ヨーロッパの北の方からおびただしい海賊がやってきて、フランスのどここことなく暴れ回り、手当たり次第に金銀財宝を奪っていってしまうので、もし聖者の尊像でも盗まれるようなことがあったら、もったいないばかりか町の直れになるというので、誰も登ることのできないような険しい山のてっぺんにお移ししてしまったのです。それからというもの、このトゥロンの町もかたわものができるようになったのです。で、さっき私がお話しした二人のかたわもの、すなわち一人のめくらと一人のチンパとは、自分たちが不幸な人間だということを悲しんで、人間並みになりたいと遠くからでも聖者に願掛けをしたらよさそうなものを、そうはしないで、自分がかたわものに生まれついたのをいいことにして、人の情けで遊んで飯を食おうという心を起こしました。めくらの名前を仮にジャンと言い、チンパの名前をピエールと言っておきましょう。このジャンとピエールとは、初めの間は市場などに行って哀れな声を出して自分のかたわを売り物にして、一銭二銭の強力を願っていましたが、人々が哀れがって親切をするのをいいことにして、だんだん増長しました。そしてめくらのジャンの方は占い者になり、チンパのピエールの方は巡礼になりました。ジャンは占い者にふさわしいような物々しい学者めいた服装をし、目開きには見えないものが見え、目開きには考えられないものが考えられると触れて回って、聖マルテインのお留守を預かる預言者だと自分から言い出しました。去らぬだに守り本尊が町にないのでは心細く思っていた人々は、初めのうちこそジャンの光源を馬鹿にしていましたが、その言うことが一つ一つ当たったりしてみると、なんだか頼りにしたい気持ちになって、次第次第に信者が増え、ジャンはしまいには大層な金持ちになって、町中第一とも見えるような御殿を建てて、それに住まい贅沢三昧な暮らしをするようになりましたが、その御殿もその中のいろいろな宝物も、聖マルテインの尊像がお山からお下りになったら、
ひとまとめにして献上するのだと言っていたものですから、誰もジャンの贅沢三昧をとがめ立てする人はありませんでした。そしてジャンはいつの間にか金の力で町の主だった人を自分の手下のようにしてしまい、恐ろしく偉い人間だということになってしまいました。そうなるとお金は一人でのようにジャンの懐にめがけて集まってきました。ピエールはピエールで違った仕方で金をためにかかりました。ピエールはジャンのように偉い者らしく威張ることをしないで、どこまでも正直でかわいそうな片輪者らしく見せかけました。私にはジャンのような神様から授かった不思議な力などはありません。当たり前なケチな人間で、しかもいろいろな罪を犯しているのだから、神様が片輪になさったのも無理はありません。だから私は自分の罪滅ぼしに何か自分を苦しめるようなことをして神様のお怒りをなだめなければなりません。この心持ちを哀れと思ってくださいなどと口癖のように言いました。そこでピエールの仕事というのは、大きな袋を作ってそれに町の人々が奉納するお金や品物を入れて、チンパを引き引き聖マルティンの尊像の安置してある険しい山に登ることでした。足の達者な人でも登れないようなところに、この片輪者が命がけで登るというのですから、中には変だと思う人もありましたが、そういう人にはピエールはいつでも悲しげな顔をしてこう答えました。お疑いはごもっともですけれども、いつか私の一心がどれほど強かったかを皆様はご覧くださるでしょう。海賊が攻め込んで来なくなるような時代が来て、聖マルテイン様が山からお下りになる時になったら、お迎えに行った人たちは尊像がどこにあるか知れないほど、町の方々の奉納品が尊像の周りに積み上げてあるのを見て驚きになるでしょうから。その言葉つきがいかにも巧みなので、しまいにはそれを疑う人が亡くなって、ピエールがお山に登る時が来たということになると、誰彼となくいろいろ珍しいものや金目のかかるものをピエールの袋の中に入れてやりました。ピエールは山のふもとまでは行きましたが、本当は一度も山に登ったことはありません。人々の奉納したものはみんな自分が盗んでしまって、知れないように思うままな贅沢をして暮らしていました。トロンにはたくさんの片輪者ができた中にも、二人の偉い片輪者がいる。一人は神様の心を知る預言者、一人は神様の忠義なしもべ。さすがにトロンは聖マルテインを守り本尊と仰ぐ町だけある、と他の町々まで噂されるようになりました。そうやっているうちに、海賊どもは商売がうまくいかないためか、だんだんと人数が減っていって、めったにフランスまでは攻め入ってこなくなり、おかげでフランスの町々は枕を高くして寝ることができるようになりました。ここでトゥロンでも年寄った人々がよりより相談して、長い間山の中にかくまっておいた尊像を町にお迎えしようということに決まりました。それにしてもそのことがうっかり海賊の方にでも聞こえれば、どんな妨げをしないものでもないし、また一つにはいきなり町にお迎えして不幸な人々に不意な喜びをさせようというので、20人ほどの人がそっと夜中に山に登ることになりました。そうとは知らないジャンとピエールは
片輪を売り物にしたばかりで、しこたま蓄え込んだお金を湯水のように使って贅沢三昧をしていましたが、尊蔵が山からお下りになるその日も、朝からジャンの御殿の奥に陣取って酒を飲んだり、おいしいものを食べたりして、思うままのことをしゃべり散らしていました。ジャンが言うには、こうしていれば片輪物も重宝なものだ。世の中のやつらは知恵がないから、片輪になるとそげ込んでしまって、丈夫な人間、当たり前な人間になりたがっているが、俺たちはそんなバカはできないな。ピエールの言うには、丈夫な人間、当たり前の人間のしていることを見ろ。汗水垂らして一日働いても、今日をやっと過ごしているだけだが、俺たちは片輪ばかりで何もしないで遊びながら、町の人たちが作り上げたお金を片っ端から巻き上げることができる。どうか死ぬまでチンパでいたいものだ。俺も人並みに目が見えるようになっちゃ大変だ。人並みになったら俺にも何一つ仕事という仕事はできないのだから、その日から乞食になるより他はない。もう乞食の暮らしはこりごりだ、とジャンは相槌を打ちました。ところが外が急に賑やかになって、町の中を狂気のようにはせ違う人馬の足音が聞こえ出したと思うと、テラテラの鐘が勢いよくなり始めました。町の人々は大きな声で賛美の歌を歌い始めました。ジャンとピエールは朝から何が始まったのかと思って、窓を開けて往来を見ると、年寄りも子供も男も女も皆外に飛び出して、町の門の方を見やりながら物町顔にくじくじに叫んでいます。よく聞いてみると、聖マルティンの尊像がやがて山から町にお入りになると言っているのです。それを聞いた二人は肝がつぶれんばかりに驚いてしまいました。奉納したものが山の上に積んであると、俺の言いふらした嘘はすっかり知れてしまった。俺はもう町の人たちに殺されるに決まっている、とピエールが頭の毛をむしると、俺のこの御殿も宝も今日から聖マルティーンのものになってしまうのだ。聖マルティーンの畜生め、とジャンはジャンで見えない目から悔し涙を流します。でも俺は命まで取られそうなのだ、とピエールが言うと、命を取られるのはまだ一思いでいい。俺は一文なしになって、みんなにバカにされて飢え死にをしなければならないんだ。五分切り、一寸ダメージも同様だ。ああ困ったな。おまけに聖マルティーンが町に入れば、俺の片輪は治るかもしれないのだ。片輪が治っちゃ大変だ。おいピエール、俺を早く他の町に連れ出してくれ、とジャンはせかせかとピエールの方に手探りで近づきました。町の中はまるで祭日の晩のように賑やかになり、勝ってゆくばかりです。と言って、俺はチンパだからとても早くは歩けない。ああ困ったな。どうかいつまでも片輪でいたいものだな。じゃあジャン、お前は私をおぶってくれ。お前は俺の足になってくれ。俺はお前の目になるから。ピエールはこう言いながらジャンにいきなりおぶさりました。そしてジャンに指図をすると、ジャンは危ない足取りながらピエールを背負って一山に駆け出しました。ハレルーヤハレルーヤハレルーヤという声がどよめき渡って聞こえます。ジャンとピエールとを除いた町中の病人や片輪者は、人間並みになれる喜びの日が来たので不祥天になって聖マルティーンのお月を待ち受けています。その間をジャンとピエールは人並みに揺られ
ながら逃げようとしました。そのうちにどうでしょう。ジャンの目は少しずつ明るくなって、あやめが見えるようになってきました。あれと驚く間もなく、その背中で指図をしていたピエールは、いきなりジャンの背中から飛び降りるなり、足早にスタコラと門の反対の方に歩き出しました。ジャンはそれを見ると驚いて、やいピエール、お前の足はどうしたんだ?と言いますと、ピエールも初めて気がついたように驚いて、ジャンを見返りながら、といえば、お前は目が見えるようになったのか、と不思議があります。二人は思わず、固唾を飲んで、互いの顔を見交わしました。大変だ、と二人は一緒に叫びました。たくさんの人々に取り囲まれた古い聖マルティーンの尊像が、しずしずと近づいてきていたのです。そのご利益で二人の病気はもう治り始めていたのです。二人の片輪者は、片輪が治りかけたと気がつくと、ペタンと地びたに尻餅をついてしまいました。そして二人は、とんでもないことになったなぁ。情けないことになったなぁ。と言い合いながら、一人は目をこすりながら、一人は足をさすりながら、おいおいと言って泣き出しました。